創業115年県内高校のあるジュエリーマネです、今日は11月25日、アマビ期間のところで、地場産の販売ということで私とも出店しております。仁王門の下ではですね、このような形で、村上書店さんの方で陶器ですかね、こちらの方を出店なさっております。その横で情報屋さんですね、こちらが焼き栗の販売、美味しかったですね、こちらを販売しています。そして浅賀さんのところの方のこの石をね、出ております。こういう人通りもね、今午前10時ちょっと手前ですけど、だんだんね人通りも出てくるようですので、ちょっと午後は期待したいと思っています。